テスカさん、こんにちは。最近日経が上がってますが、日経の上昇はいつまで続きますか？こんなの誰にもわかんないんで、僕にもわからないんで、全然わかんないです。僕はそもそも3万円、3万1000円とかになった時に、もう天井だろうと思ってましたし、そしたら3万1000円から3万2000円、3日ぐらいで行った時があって、びっくりしましたからね。びっくりしてるんで、わかんないんですけど、わかんないけど、なんていうんですかね。わかんないけど、上がって、たら勝てるようなポジションを常に取ってる。なぜなら今は上昇相場だから。今がじゃあ下落トレンドか上昇トレンドか横横かって言われたら、もう明らかに日経平均は上昇トレンドっていうのはもう誰でもわかるわけじゃないですか。だからそっちの方向に行った方が儲かるポジションを取ってるっていう感じですね。めっちゃシンプルだと思います。そうですね。今日はね、なんと日経平均がバブル後最高値。バブル後っていうことは、多分、ほぼほぼ今株やってる人の、ほぼほぼ全ての人、もう全てとは言わないですけど、ほぼほぼの人がね、バブル後から始めてるでしょうから、そういう点では、自分市場というか、皆さん市場も最高値ですよね。ただまあ、下がってる銘柄が多くて、新興市場が全然上がってないんで、みんな、まあ、僕も含めて、体感というか、そんな最高値っていうほど儲かってないよって、まあなってる気もしますけど、まあ大丈夫です。僕もそうです。歴史的瞬間であったり、まあやっぱり最安値更新より最高値更新の方が何かといいはずなんで、それはもう経済的にも全ての面で、まあ安値より高値の更新の方が、まあいい気がしますからね。だからまあ、儲かってる儲かってないじゃなく、歴史的瞬間に立ち会えたことを喜ぼうと思いますね。はい。そうですね。まあ、大型株ばっかり上がってるから、逆にそのバブルとか過熱感みたいなのはないんで、まあ、それはそれでいいのかなと。あとは、後からそういうのが相対的に、その他の株が安くなった後で上がれば、それでいいわけなんで、まあ、悪くないんじゃないかなと思いますけどね。言ってもね、物価っていうのはずっと上昇していってるし、お金の価値っていうのは下がり続けてるはずなんで、株価っていうのは基本的には上げ続けるはずなんですけど、やっぱりいつまで経ってもバブルも最高値なんで、まあ、バブルっていうのは本当にすごかったんだなって思いますよね。そこからお金の価値は随分下がってるはずなのに、超えれてないっていうのはね、いつ超えるんですかね。まあ、いつか超えるんでしょうけどね。今後日経平均どうお考えですか？こんな早いペースで上がると思ってなかったんで、どっちでもいいと思ってますけど、上がった方が儲かりやすいっていうだけで、下がったらこうしようとか、これ以上上がったらこうしようとか、どっちも考えてるのが大事なんで、自分の場合だと、今だと上がれば上がるほど、ファイヤー講座のまあ、配当狙い口座ですね。あっちの方を減らしていって、大きく下がった時に、そっちの方は備えとくとか、逆に大きく下がったら、そっちで買うし、とか、今の水準だ以上、こんな急ピッチで上がっていくんだったら、減らしていけばいいし、みたいな感じですかね。とか、をメイン口座とか、配当用口座とか、で、こうしたら、上がったらこうしよう、下がったらこうしようって、どっちも考えてるから、どっちでもいいって思ってて、ただまあ、上がった方が、儲かる可能性は全然高いから、上がってくれれば嬉しいなと。できることなら日経平均だけじゃなくて、他の新興とか、そういうやつも軒並み上がってくれれば嬉しいな、みたいな感じですね。だから、予想してるというよりは、どっちも予想してるっていうんですかね。来年日経平均が、とか、半年後日経平均がみたいな考え方はあんまりしないっていうことで、唯一本当去年末から言ってるのは今年は日経上がると思うって言ってたのは、本当もう普段は考えてないけど、去年はもういろんなこと考えてて、まあ、ずっと考えてるんですけど、もういろんなこと考えた結果、さすがに日経上がるよねと。ただもちろんなんか東京で大震災とか、なんかどっかが日本に攻めてきたとか、なったら、当たり前のように下がるんですけど、まあ、普通に
そういうイレギュラーなことを考えなければ、まあ、それ上がるよねって思ってたから、その通りポジションを、まあ、取ってるだけで、普段はほとんどの年でもう思わないですね。今、スイングですか？そうですね。スイングとか、中長期とか、どっからがスイングでどっからが中長期かも自分で分かってないですけど、まあ、何年も持つ株もありますし、配当狙いでずっと持ってたりとか、明日売ろうとかももうないかもしれないですね。あんまそこまで短いのは減ってる気がしますね。絶対明日売ろうはもう、方法をやらないかもしれないですね。昔はすごいありましたけどね。すごい、チャートの形がいいからとか、なんか、需給的な問題で、明日の昼に発表されるから少なくとも明日の朝は強いだろうから、今日買って明日の朝売ろうとか、なんかそういう、時間軸の短めなやつもやってましたけど、やらないですかね。とにかくその資金入れれないとダメなんで、入れてサクッと売れるっていうのは、じゃないと時間軸短いのは、自分の買いとか売りでスプレッドが出ちゃうんで、不利になっちゃうから、あんまやんないかもしれないですね。株初心者です。デイトレやスキャで勝率上げるためにやるべきことや勉強方法などアドバイスが欲しいです。まあもう見て考えることですね。もうお金かけるなら、100株で一番最小単位でデータたくさん取って、ロット上げれば上げるほど難しくなるんで、ロット下げれば下げるほど、勝つ金額は小さくなるけど、勝率は上げれるはずなんで、じゃそれでむちゃくちゃ勝率高くなって、明らか勝てるってなってから、今度は200株とかやっていくべきなんで、でもなんかみんな、自分にとって大きな金額を張って大きく取ろうってしちゃうから、まあそれはやっぱり危ないですよね。だからなんか危ない銘柄とか最近もよく見ますけど、うん、そういうの気をつけてほしいですね。ピンときたんだろうね。でもそのファイト用みたいなことっていうのは僕実は7年前からやってて、コツコツやってたんですけど、それを膨らましていって、でその PBR 1倍問題の話が出た時に、一番最初は多分ね、僕本当去年見た気がするんですよね。記事を見た時にもうそれに沿って組んだのは覚えてるんで、だ僕的にはもう結構前の話だから、今実際今現在とか今から先っていうのは僕は実はもうあんまり興味がないんですよね。そこはまあ一番いいとこは織り込んだというか、特にこの日経平均のすごい上げによって恩恵を受けて上げたっていう企業もたくさんありますから、だからもちろん今からそういう本当にちゃんとやるやつがあって精査されていって、そうやって株価が上がっていく企業もたくさんあるんでしょうけど、でも僕の中ではもうなんか感覚的にはもう違うことを考えてやってる方が僕には合ってるから、ただ何かが起こってすごい日経平均全体がとんでもなく下がったり、そうなった時はまたそういう銘柄群の中から配当利回りなりそういう PBR なりを見て組むことは全然ある。このまま日経平均上がっていくとかなると、僕はそういう銘柄群よりは違うやつをやってると思うんで、そういう点では今現在はあんまり興味はもう逆になかったでしょう。だから現金がどれ、結局増配したりするとそのお金を使って持ってるお金を出すと PBR が改善っていうの、だからそういうのとか自社株買いとか、とにかくお金持ってるところの方がそういう可能性は高いと思ったので、そういうのを探してさらに増配余地があって、でも今すでに、配当利回りがそこそこ高かったら、その配当利回りが1%の企業が増配して1.5%になるとかより、もうキワキワのなんかもうじゃあ5%のやつが5.5%とかなった方がまあ硬いんじゃないかなと思ったので、だからそういう企業を探して銘柄を組んでた感じです。もう本当20億以上そう買ってたんで、年間配当額が1億超えてたから。